はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。小川様、久保田様、みゆき様、横田様、秋山様、アシュシュ様、武蔵野親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、にき様、まさゆき様、たまらんちん会長様、ひかるひかる様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度もご支援いただいている方であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。明日7月1日の政策報告会ですが、録画ネット配信はご遠慮ください。相当えげつないことも言いますんで、アップしたチャンネルやツイッターアカウントが存続危機にさらされると思います。ですので、申し訳ないんですけれども、録画ネット配信はご遠慮ください。生配信者の皆様、配信目的だったら来ないでください。よろしくお願いいたします。噂されていた日韓通貨スワップ決定、額は100億ドル、1兆4400億円、期間は不明、どこも報道してない。これが大事なのにさ、ヤフコメ欄は瞬く間にバッドが5万兆の地獄絵図になっておりました。一般反応です。マジふざけんな、ネタかと思ったらマジだった。安倍さんが歯止めかけてたのに、安倍さんもあの世でため息ついてるわ。日本企業資産を差し押さえられているのにか、野党は密室で勝手に決めたって批判しないのか。しないっすね。特に、立憲共産社民令和は批判しないっすね。韓国に得になることだったら、日本政府が何をやってもですね、批判しない、むしろ応援っていうのがあいつらのことであります。唯一言うとしたら、まあ維新あたりかな。岸田終わったな。まあ岸田はそういう人間だよな。サミットの功績を一瞬で吹き飛ばすバカ岸田。外国人参政権に反対しているのは維新しかない。国民民主党はですね、外国人参政権は賛成してんだって。だったらね、自民が嫌だっつったら維新しかねえわな、投票詐欺なって思うんですけれども、維新もですね、なんか個人個人はいい人いるんですけど、党としてはダメダメで、あと自民党を弾かれた人ような人で議員になりたいって人が維新に、まあ上納金出せば公認してくれるそうなんですよ、あそこは。ゆるくですね。ですもん、で、議員になってから、維新の、議員の不祥事っていうか、暴かれることが多い、素行が悪いのが、難点なんですけれども、あんまし自民が嫌になっちゃった人は、まあ、選択肢として維新とかもいいんじゃないでしょうか。維新だけが外国人参政権に反対してるっていうことですね。なんで竹島を軍事占領してる軍事敵国の通貨を保証しなくちゃいけないのか。世の中間違ってる。韓国は日本が敵国であるって重々承知して、いついかなる時も敵視をやめないで、機会さえあれば日本の悪口言ってんですけどね、なんでそんな敵国と経済協力しなくちゃいけないんだ。恥知らずってね、これも間違ってますよね。岸田総理の同級生さんがツイートしてました。文雄は昔からそういうやつでしたよ。あっちにふわふわ、こっちにふわふわ、全く自分の考えとか信念とかがない少年だったんでしょうかね。なんか腹話術の人形みたいで不気味ですよね。安倍総理が辞めさせたスワップなんですけど、安倍総理の功績を全部ぶち壊すことに全力を傾けてんじゃないでしょうか。操ってんのは多分台湾有事で在韓米軍使えないと、在韓米軍基地が使えないと困る米国とですね、仕事やってる感出したい財務省とですね、韓国をお得意様としている企業、これは1日売上37億円あります。で韓国に買ってもらってる企業がまあ何百もあってですね、そいつらが陰で土下座して献金して自民党を動かしたんでしょうか。日韓スワップの歴史なんですけれども、2001年、7月小泉政権が20億ドルから開始。20億ドルっていうか、まあ3000億円ぐらいですか、今のドル円で言うと。2011年10月、野田政権でピークを迎えました。なんと700億ドルを
記録してしまいました。2013年安倍政権に政権交代しましたよね。で、徐々に減らしてって、2015年に停止ゼロになりました。100億ドルまで減らしたところで停止と。今回8年ぶりに停止直前と同額の100億ドルからスタート。かつての麻生太郎財務大臣がこんなこと言ってたんですけれども、韓国が土下座してきて、韓国が土下座したら、検討してやらんでもない。土下座したんかな今回な。ひょっとして、日本製品購入額が1年で4分の1になるぐらい金欠だし、輸出も不調だし、土下座したかもしんないな。肝心のスワップ期限がどの報道でも全然ないんですけど、なんでだろう。これ意外と1年とか短くて韓国の不利になるから報道規制されてるんでしょうかね。あるいはメディア側で韓国に忖度して、報道しねえでやってんでしょうか。韓国サイドはですね、外交の大勝利なんて言われてるみたいですけど、敵国に頼って情けないとか思わないですかね。あいつら日本を敵国だって思ってるのに、そこに頼って情けないって思わないですかね。思わないんですよ、それが。全然。全くあいつら恥とかないんでね。夕刊富士編集部産経グループも激怒。日韓通貨スワップは、韓国にメリットがありますが日本にはありません。一体誰のために政治してるんでしょうか。一般反応、メリット全くない、デメリットしかない、リスクなら山ほどある、正気の沙汰じゃない。韓国が経済破綻したら100億ドルは丸損になるわけだしな。しかも韓国が感謝するって言ったら全くしない、それどころか足りないって文句言う。アメリカがゴリ押ししてるっていうなら台湾有事がいよいよ近いのか。アメリカがスワップやって助けてやりゃいいじゃんか。全くだ。財務官僚はやってる感出せるから推進しただろうな。岸田になってから韓国に譲歩しまくり、一体何をもらったのか、貿易ホワイト国に戻しちゃったりしてもね、自活できないんだったら早く滅びてほしいよね。滅びてほしいっすね。な、助けてやんねえでさ。夕刊富士は頑張ってんだけど、まあ NHK スクランブルデモもネット聴取反対デモも夕刊富士取材にも来ねえし、まあ産経グループも同じ穴の無地なだよな。いまいち信用ならないよな。どうせNHK の方に最後の最後には味方するんでしょうかね。スワップ期限まで韓国経済が崩壊したら100億ドルは丸損であります。1.44 兆円ね。日本側のメリットをあえて探すならですね、ゴミのような恩を保証することで100億ドル分だけ円の価値が毀損され円安傾向に傾くってことでしょうかね。円の信用が毀損されて円安になって、いいっていう。円安と円高どっちが国益かはですね、民主党政権の時に1ドル78円って記録したことからも明白であります。今日は144円72銭でした。72銭か。144円72銭、1ドル。で、民主党時代は、ほぼ、倍ですね。1ドル78円の、すげえ円高。円安が国益と。であることは、疑う余地もないですけど、円安の方がいい、日本と日本人にとっては。アメリカは自国通貨を安く誘導することを警戒してですね、通貨操作国なんて認定して見張ってますけれども、高く誘導することは咎めません。だから民主党政権の円高誘導、日本を弱らすための円高誘導は、まあ黙認してたんだろうな。なんつうか気になるのは期限ですよね。これが5年とか10年とかだとリスク高まりますけれども、通貨スワップの簡単説明ですが、今日の円相場は144円72銭でした。1ドルね。ウォンは1ドル1320ウォンでした。で、スワップ開始時にですね、日本政府が1兆4470億円を韓国政府に預ける。韓国政府が13兆2000億ウォンを日本政府に預ける。まあ、実際は数字のやり取りだけで、札束は移動したりはしないんですけれども、期限終了日に同額を変換して、変換し合って終了と。これがスワップであります。日本政府保有のウォンがゴミになっても預かった分の返還で1兆4400億円は戻ってくるが、点々点。ウォンがゴミになった時点で1兆4470億円は
戻ってきませんね。丸損ですね。ワンより良い投資先はいくらでもあって、なんで経済崩壊しそうな韓国に投資しなくちゃいけないのかっつうね。これ韓国はこれによりですね、我々は1兆4470億円の円を持ってます。信用 L っていう。これ言い換えるならば、1兆4470億円分の金を持ってますに言い換えてもいいですね。当時ですね、ニクソン大統領の前は、通貨発行量の 8% の金を政府が保有してないとダメだよ、いう決まりがありました。これは金本位体制って言うんですけども、ですんで日本が1000兆円の札束すりてえなって思ったら、80兆円分ぐらいは、金を政府が持ってないといけなかった。これをですね、ニクソンがそんなこと言わずにつって、いくらでもすれるようにしようよ、つってですね、変えちゃって、ニクソンショックっていうのが、来たんですけれどもね。まあまあ、1兆4470億円分の金を韓国政府は持ってます。っていうのは、まあ、信用になりますよね。これでオンのゴミくず化を少しだけ抑止できる、抑制できるっていうメリットが韓国にはあります。台湾有事の際にですね、在韓米軍基地が使えないと困るアメリカのゴリ押しで、これが決まったっていうなら、ドルオンスワップやって、直接ね、自分で助けりゃいいじゃんね。アメリカゴリ押しっていう確証も、まあないんですけれども、まあそうだろうなっていう噂ですけど、岸田ダメだな、全くダメだなって話。鈴木善光の息子、鈴木俊一財務大臣70歳。スワップ締結で、円、ウォン、双方の信任にプラスに働く。なんて言っちゃって、全く理解してないみたいであります。財務省に何吹き込まれたんだか、全然わかんないですけれども、一般判断です。ダメだ、全然わかってない、この人。円の信任が上がるって、どういう理屈？日本人の大半はそう思ってないよ。日本には何のメリットもないけど、台湾に投資した方が良さそうに見えるが、台湾もいいんですけど、ウクライナに投資っていうのもいいなぁなんて。今ウクライナの土地の値段とかゴミくずみたいになってんじゃない、買いあさっといたらいずれいいんじゃねえのかな、私は思いますけれども、アメリカに何をもらったの、親父がバカすぎてサッチャーに軽蔑されてたけど、息子もバカだった。もうなんていうのかな、がっかりっていうか、もうため息しか出ないですね。ゴミ通貨とスワップやれば円の信任が高まるっていうんだったらね、世界中のゴミ通貨とスワップしてんだろうが。フィリピンは通貨なんだっけ、忘れちゃいましたけど、世界中のゴミ通貨とスワップしてんだろうが。それによって円の信任が高まるんだったらな。バカ丸出し、鈴木俊一。ジンバブ円とかさ、ジンバブエドルと、スワップすれば信任高まるんだったらさ、親父もバカだったが息子もバカだった。さらにこの人、麻生太郎財務大臣の義弟です。全く の財務省サイドの人なんですね。朝から晩までですね、財務省になんか吹き込まれて頭おかしくなってんじゃないですかね。70歳だって早く引退しねえかなって思いますけれども、トランス女子生徒受け入れを表明した津田塾大の現役生からの報告であります。津田塾大学の学生ですが、この決定は最悪だと思います。私は2年生ですが、まともに質問を受け付けることもなく、質問しても返ってこない。1年生に関しては説明会もないままこんな状態です。こんな女性差別を女子大がしてはいけないと思います。去年私が説明会に参加した際に、ある方が女性とは何だと考えるのか、女性の定義のようなことを質問していました。しかし大学側は説明会の意図に合っていないとこの質問を却下しました。この決定はほぼ在校生に説明なしで決まりました。さらに津田塾大学の在校生には LGBT の受け入れに反対の学生がかなりいる中、無理やり決まりました。津田塾大には男子トイレが少ないので、女子トイレや更衣室を共有することになります。去年あった説明会ではトイレや更衣室 についての話は具体的なことは述べていませんでした。在学生が質問で LGBT の方でも、心が女性だが同性愛者だったという場合は危険ありますかと質問された方に対して、教授が
それはジェンダーに対する理解が間違っていると、勉強が足りないと述べていました。出たパヨの得意技。君は何も分かっていないって言って逃げるっていうね。勉強不足だ。もっと勉強してくださいって言って逃げるんですね。どこがどう勉強不足なんだか教えないっていうですね。パヨの常等手段になります。また、津田塾大学は6月下旬から夏休みなので、生徒たちがキャンパスにいない時期になぜ重大なことを公表したのか理解できません。来たのはメール一通のみです。大学側が配布したよくある質問、資料要約です。共学科では女子大で突き通す。男入れんだったら共学化するのかという質問に対しては、まあ、女子大ですって言い張ってっていう。途中で男と言い出したら、女体好きだったらそれでも OK。不安なんですけど気にすんな。なりすましだったら事件が起きてから考えればいいじゃん。男が嫌で女子大入ったんですけど、うるさい。こういうあの回答だったそうでございます。これであの受験生もバッチリ調べるよ。これ知るよ。こんなね、あの50代のおっさんの私がもう知ってるぐらいですから、あの津田塾受けようかな、どっか女子大行こうかなっていう女子高生は今調べてますよ。もうバレバレよ。人気だだ下がりでよかったじゃん。あんな、トランスジェンダーを女子高女子ででも受け入れろっていう発端は、学術会議の提言から各大学で話し合いが開始された模様であります。そして、津田塾大学の、現学長は、学術会議法務委員会メンバーだって、まあ、全部つながってんですね。早くあの学術会議滅ぼさないと、ろくなことないね。学術会議を、子や孫や、おいやめに残したいと思います？残せないですね。我々ね、あの、アダルトっていうか、シニアっていうか、が頑張って、ヤングのために学術会議潰さないといけないなって思います。津田塾以外にも、お茶の水大や奈良女子大が受け入れを表明してますけれども、現実にそういう生徒がですね、学生生活を送ってるって話、全然目にしませんね。NHK の割増金ぐらい、全然目にしませんね。実際いるのか、本当にいるのそういう人みたいな。悪目立ちすから、共学の大学行くんでしょうかね。そのトランスジェンダーの人がいて、体は男だけど、私は、心は女っていう人がいて、女子大行くか。これ悪目立ちしちゃって、なんか怖いよね。体は男なんでしょ。したらね、女子大生が寄ってたがってですね、机の上に押さえつけて、どうなってんだよ、一体。これか。ここがこうなのかって、リンチされたらどうすんだって話。怖いですよね。まあ、それがご褒美だって人もいるでしょうけれども、かっこつけてトイレや更衣室の増設でクロスといいですね。こういう、なんかいい人ぶりたいっていう学校はさ、なんかさ、わかってる。よくわかってて、理解があって、いい人ぶりたいって大学は、ひどい目あどいね、金かかってしゃあない。厚労省はですね、女性を自称していても、体が男性の女子風呂入浴を許すなって全国に通達したみたいだし、大学でもそうなるんじゃないの？心は女性って言ってても、体が男の女子トイレや女子更衣室使わせんなって拡大解釈になってさ、つか少子化なんだから倒産しろ。女子大っていう存在はですね、真っ向からジェンダー平等を否定してる存在なんだし、なんだし。私の母校、男子校だったけれど、共学になっちゃいましたよ。ジェンダーに配慮して。まあ、どういうわけか知んないですけど、まあ、福島県立ですから、福島県も、まあ、通ってんだろうな、時代の流れなのかな、思いますけれども、女子大とか、男子大ってそういえばねえね。男しか行っちゃいけない大学とか、ちょっと見当たんないですね。防衛大ですら、女の子入れんもんね。男子大学とかだったらなんか臭そう校内がなんか臭そう。高等の発端は学術会議であったと。学術会議の少数のなんか賢ぶった教授だのなんかのパヤのせいで世の中めちゃくちゃ滅ぼさねえといけねえ、思っております。
というわけで、7月1日明日制作報告会よろしくお願いいたします。配信目的で来る生主さんとかは配信やめてもらいますんで来ないでください。来なくてもいいです。お願いいたします。デトックスジャパン。